皆さんこんにちはこのセミナーではイオン化マグネシウムの臨床的有用性についてご説明しますこのシリーズではイオン化マグネシウムを理解するために5つの話題についてお話しします第1回目はマグネシウムの生体内での役割第2回目はカルシウムとマグネシウムの関係第3回目は イオン化マグネシウムと総マグネシウムの違い第4回目はマグネシウムの血中濃度と臨床症状そして最後はイオン化マグネシウムを追加することの患者にとっての意義についてお話しいたしますでは最初にマグネシウムの生体内での役割を見てみたいと思います。マグネシウムは 生体内では4番目に豊富な電解質で、抗不静脈作用、血管緊張動作、心筋を含む筋肉の収縮性やグルコース代謝、またインスリン向上性などの重要な生体機能を担っています。マグネシウムはまた、カルシウムの天然拮抗剤であり、カルシウムの影に隠れ、忘れられた電解質と呼ばれることがあります。 カルシウムとマグネシウムの関係は、このシリーズ第2回目をご覧ください。中国では、金片に美しいという漢字がマグネシウムに使われているようです。国内では、苦いという漢字が用いられており、豆腐の凝固剤、にがり、つまり塩化マグネシウムですが、これに関連しています。一方のカルシウムは、中国では日本にない漢字を使用していますが、 国内では石灰石のように、はい」という漢字を使用しています。2017年に発表された論文によると、マグネシウムが多い食品を食べる人は、脳卒中や心筋梗塞になりにくいという結果を、国立循環器病研究センターなどのチームが報告しました。国内の健康な45歳から74歳の男女、 約8万5千人を対象に食生活と脳卒中や心筋梗塞などの循環器病関連疾患の発症リスクについて15年間追跡調査した結果男女ともマグネシウム摂取量が増えるほど脳卒中などを発症するリスクが下がったことが分かりました例えば男性ではマグネシウム摂取量の最も多いグループは。 最小のグループよりも34%も循環器系疾患の発症リスクが低い結果となりました女性では3番目に摂取量が多いグループが39%リスクが減少しましたこれまでも欧米の研究ではマグネシウムを多く取ると心筋梗塞などが少なくなるという結果が出ていましたがアジア人でも初めてその傾向が確認されました。 では、どのような食品にマグネシウムは豊富に含まれているのでしょうか。マグネシウムを一番多く含むのは、青砂、青のり、昆布、ワカメなどの海藻類、ついで、ひまわりの種、ごま、アーモンドなどのナッツ類、きな粉、豆腐などの大豆製品、玄米、かぼちゃ、パセリなどの穀物、野菜類や干しエビ、 桜エビ、イワシなどの魚介類に豊富に含まれています厚生労働省のデータによると成人男性に1日370ミリグラム女性には270ミリグラムの摂取を推奨していますが2015年の調査では平均摂取量は男女合わせて約250ミリグラムで十分に足りていない状況のようですまた、 症状映えの結果ですが長期記憶にはマグネシウムが必要であるという報告が東京都医学総合研究所からも発表されています記憶を長期間維持するためにマグネシウムイオンが記憶や学習に重要な役割を持つ NMDA レセプターの情報伝達経路をブロックしているメカニズムを報告していますでは どうしてマグネシウムは生体内で約1,000種類の酵素があると報告されていますがマグネシウムはこれらのうち300以上の酵素の素として働きます。ATPR ゼやクレアチニンキナーゼなどのほとんど全ての高エネルギー関連の酵素シグナル伝達系の酵素フリーラジカルの制御関係そして 脂質や炭水化物のの代謝関連コースの保因子として働きます。マグネシウムは医薬品では管下剤の酸化マグネシウムクエン酸マグネシウム歯管などの抗けいれん薬として硫酸マグネシウムなどがあります。先ほどのスライドで野菜類に多くのマグネシウムが含まれていると説明しましたがこれは植物に含まれる光合成に必要な クロロフィルの排位金属がマグネシウムであるからですちなみに左の図のクロロフィルの中心原子をマグネシウムから鉄 fe に変えると私たちの体内にあるヘモグロビンを構成するヘブの構造とほぼ同じになり植物と動物の類似性を見ることができますこれ以外にもマグネシウムは金属材料としてその 耐熱性で航空機に利用されたり、化学肥料や化学合成の触媒にも含まれています。マグネシウムの向上性を見ると、経口摂取されたマグネシウムは、腸管で吸収され、全身循環に乗ります。マグネシウム排泄の臓器は腎臓で、腎機能が正常な場合は、 血中マグネシウム濃度が高い場合は腎臓での再吸収が減少し逆に血中マグネシウム濃度が低い場合は腎臓での再吸収が増加しますまた体内でマグネシウムは骨や筋肉で貯蔵されますこの図は腸管でのマグネシウムの細胞内への取り込みを示しています。 腹旧側、緑色の丸で示されたマグネシウムは、細胞と細胞の間を通るパラセルラーでの濃度勾配による単純な濃度輸送と、TRPM6 またはセブンを通じたトランスセルラーでの濃度輸送があります。血中に取り込まれたマグネシウムは、腎臓の子宮体でろ過され、一旦尿中に排泄されますが、 近異極尿細管で1025%ヘンレループの熱い乗降客でその5070%遠位極尿細管ではその10%が再吸収されますヘンレループの熱い乗降客での再吸収はクローディン16または19を通じパラセルラーで再吸収されますまた 細胞内のカリウムはロム K を通じてック側に排泄されますがマグネシウウムムが ROMK をブロックすす。れば、カリウムは流出できなくなくりますつまりマグネシウムレベルが低いとロム K を十分にブロックできずカリウムが流出する低マグネシウム結晶で低カリウム結晶が併発するメカニズムの一つです。次に、 手術器ストレスとマグネシウムの関係を考えます手術器の様々なストレスによりカテコールアミンの分泌が上昇するとスライド左の上に示したようにアルコールと脂肪酸のエステルである脂質の加水分解が促進されますその結果脂肪酸が有利この有利した脂肪酸のカルボキシル基 COO- が 陽イオンであるマグネシウムと結合し、有利したマグネシウムイオンが減少します。これら有利した脂肪酸は、他の陽イオン・カルシウムとも結合します。次に、右上を見ると、カテコールアミン上昇により血圧・腎血流が上昇し、尿量が増加し、その結果、腹腔と血管のマグネシウム濃度勾配が減少し、 マグネシウムの再吸収が下がります。その結果、マグネシウムの尿中排泄量が増加します。そして、このマグネシウムの減少が、ナトリウム・カリウム・ ATPR ゼの活性を下げ、細胞内へのカリウム取り込み量が減少し、カリウムの尿中排泄量増加によりカリウムが減少。また、マグネシウムの減少で、 副甲状腺ホルモン PTH の活性が下がり骨からのカルシウムイオンの動員が起こりますこのように低マグネシウム結晶が他の電解質以上のトリガーの一つとなることがわかりますまとめですマグネシウムは生体内の300以上の酵素の保因子ですマグネシウムは、 経口摂取により腸管吸収され、腎臓で血中濃度が制御されます。体内でマグネシウムは骨、筋肉、軟組織で貯蔵されます。低マグネシウム結晶が他の電解質異常の要因の一つとなります。以上です。ありがとうございました。